フラッシュの発光アニメーションエレクトロニックフラッシュとは、主に写真撮影の際に使われる発光装置。発明以前に広く使われていたフラッシュバルブとの区別のためこの名称となったが、その後、フラッシュバルブが使用されなくなったため単にフラッシュと略称されている場合が多い。日本ではストロボとも呼ばれる。 英語で、ストローブは、ストロボスコープを意味する、ストロブスコープやそのための照明を意味する、ストローブライトの短縮型で、普通名称である。アメリカ合衆国では、ストロボリサーチ社によって1950年に、ストローブが商標登録されているが、1991年に、権利期間が終了している。なお、商標登録は国ごとに行われるものであり、 商標登録されていない国では、商標の使用は制限されない。日本においては、2013年現在では、エレクトロニックフラッシュについて、ストロボ、ストローブ、ストロボのいずれも、商標登録されていない。メーカーによっては、スピードライトなどと呼称している場合がある。英語圏では、フラッシュライト、または単に、フラッシュもしくはストロボライト、または単に、 ストロボと呼ぶことが多い。単発をフラッシュライトと呼び点滅を繰り返す場合をストロボライトと呼んで使い分けることもある。ただしアメリカなどでのフラッシュライトは一般に懐中電灯のことを指す。なお、フラッシュを使用すると被写体によっては撮影結果に大きな影響を及ぼすため調査、研究資料としての記録写真には不向きなケースもある。 右の魚卵の画像を参照されたい。上段がフラッシュを使用した画像であるが、使わない画像と比べて、色合いや質感の印象が大きく異なってしまっている。フラッシュによる効果の一例。キセノン管の構造1939年にマサチューセッツ工科大学教授であったアメリカ人ハロルド・エジャートン博士によって実用化された。 一般的な写真撮影用では、キセノンガスを封入したガラス管の内部電極に、コンデンサー充電されたアーク放電しない程度の高電圧を印加し、シャッターと連動させて、外部トリガー電極に数千ボルトのトリガー電圧をかけることにより、管内のガスをイオン化させ、急激にインピーダンスを低下させて放電させることで、瞬間的にキセノンガスを発光させる。 というのが基本的な仕組みである。電気的特性は半導体素子のサイリスタに似た特性を持つ。他に特殊用途用として管内ガスの種類が異なるものやトリガー電圧のかけ方が異なる種類が存在する。キセノンガス内で放電を行った場合、発光する光のスペクトルは他のガスなどに比べ極めて太陽光に近いが厳密な撮影では 色補正が必要となる。大型フラッシュ小型フラッシュをまかに以下のように分けられる。主に写真スタジオで使用され、小型フラッシュの数倍から100倍程度の発光量がある。電源は商用電源が使われる。ポータブル型と据え付け型があるが中身は変わらない。電源部には発光部を複数接続できるものもある。 電源部と発光部が一体となったものはモノブロックと呼ばれる。発光量を変える方式として電圧可変方式と容量切り替え方式が存在する。小型フラッシュで主流である発光時間制御方式を併用する製品も存在する。電圧可変方式は小型、低価格の製品で使われる方法で電圧を変えて発光量を変える。 発酵時間と発酵の色温度が変化することがある。一般に電圧が下がると、やや赤みを帯びる。光量を下げる場合、発酵間に電圧がかかった、スタンバイ状態から一回発酵させる必要がある、製品もある。容量切り替え方式は、回路が複雑になり、製品も大型で高価なものとなるが、発光量を何時でも設定でき、空発光は不要であり、 色温度の変化も少ないという特徴がある。専用の発光部は用途に合わせて、いろいろなタイプの放電管が用いられる。一般論として、放電管内の放電経路が長いほど発光時間も長くなる。携帯性に優れている。カメラボディの三脚用ネジ穴等を使って、専用アングルで止める、グリップストロボ、グリップフラッシュと、カメラボディのホットシューに近づけする。 クリップオンストロボ、クリップオンフラッシュ、レンズの前に装着する、マクロ用フラッシュがある。グリップタイプの方が大光量が得られるので、報道用やスポーツ用に適していたが、現在では、ストロボの高効率化、カメラとの通信による、高機能化、カメラ自体のデジタル化による、性能向上などもあり、下半生の面などからもクリップオンタイプが大半である。基本的には、 ホットシューに直接接続するが、シンクロターミナル端子に専用ケーブルで接続するものもある。使用電源は乾電池を使用する製品が多いが、グリップ型フラッシュには、積層電池を使用するものも存在していた。マクロ用フラッシュは、接写を主眼に置いたフラッシュで、ホットシューに接続し、フラッシュを制御するコントローラー部と、 レンズ先端部に取り付ける発光部で構成される。発光部をレンズ先端部に取り付けることでフラッシュ発光による摂写時の影の映り込み開けられを回避できる。発光部は円形状のリングタイプと2つ以上の小型発光部によって構成されるタイプに分けられる。コントローラー部では発光部の光量調節や 複数の発光部の発光比率の調節が可能となっている。この形式の応用として、レンズそのものに発光部が組み込まれている製品もあった。カメラ自体に内蔵されているもの。小型のためあまり大光量が得られない。また機種によっては、本体の電源を急速に消費するが、カメラ自体の取り回しが容易。一定間隔で発光が続くフラッシュ。 小型フラッシュ、特にクリップオンタイプでは高機能化が著しい以下代表的な機能を上げる。大型、小型を問わずフラッシュを被写体に向けて直に発光させるとくっきりとした影ができる。状況によってはこの影が不自然な印象を与える場合もあり、影をぼかす目的で発光部の直前にトレーシングペーパーなどを置いて光を拡散させたり、 レフ板や壁、天井に光を一旦反射させたりして使用する。箱状のディフューザーやスタジオ撮影ではフラッシュ光反射用のアンブレラなどを使用することもある。小型フラッシュに適したアクセサリーも純正、また各社から発売されている。なお、色のついた壁や天井にフラッシュ光をバウンスさせると反射光の色温度や色調が変化し、 撮影者の狙った色温度や色調からずれてしまうことがある。そのような現象を避けたい場合は、フラッシュやカメラのレンズ前にフィルターを装着して、色温度や色調を補正することも行われる。次のような事例では使用してはならない。現在のデジタルカメラなどは、シャッター速度は関係なく暗所に強いため、蛍光透過も撮影しやすく確認もできる。さらに、 夜間のイベントにおいても演技者の妨害となる恐れがあるので使用は控えた方が良いとされ、この場合は写りの悪さを犠牲にしても最高感度を使うなどの配慮が必要である。テレビなどでは視聴者に光過敏性発作を与える可能性があるので、現在1秒間に3回以上の強いフラッシュはガイドライン違反になるというガイドラインが制定された。 strobedictionry。com。ハットストローブレビューズ＆ズブランド・インフォメーション。ストロボリサーチ・ミル・オーキー・シリアルナンバー。七千百五十万八千三百二十。独立行政法人口業所有権情報研修館の特許電子図書館 IPDL での調査による。ニコン・キャノンはこれに当たる。ただし、ニコンではカメラに内蔵しているものを。 フラッシュ、外付けのものを、スピードライトと呼び分けている。暖かい料理から立ち上る、湯気の雰囲気を撮影する場合には、長い発酵時間が要求され、このような用途に、小型フラッシュは役に立たない。キャノンの E?TTL モード、ニコンの 3D マルチ BL 調光や、ITTL 調光などがこの方式にあたる。FP は、フォーカルプレーンの頭文字である。 かつての先行電球でも FPQ バルブと呼ばれる発光時間の長いものがあった。手前の人物などはフラッシュ光が届くので明るく撮影され、背景はシャッター速度が遅いので見た目に近い明るさで撮影される。ただし、プリ発光、赤目軽減機能、FP 発光などと併用するとまさしく同調できない。1996年の週刊賞。 GI において、これを用いた撮影により、同レースの本命馬である、エアグルーブが興奮し、結果10着と大敗したことが契機となった。高圧開閉器の先行検知器の動作確認には、キセノンフラッシュライトが用いられる。ありがとうございます。